はい、どうも永田です。タワーバトル面白そうだ究極の2ですね。いきましょう。今回はキンクリと、もう一人のアタッカー猫尻でいきます。結構このフロア癖が強くて、前回のテクタワーでもね結構苦しめられたフロアとなってます。まあ今回はあの二部縛りとかそんなのないので、もうちょっと楽ですね。はい、多分ね最終フロアが養分が効かないと正直クリアは無理なのかなっていう感じですね。養分が入れば間違いなくいけると思う。テギーゾーンに来ますけど、もこれもトップくらいで、あとクリアできる方法としてトロシュート兄貴の短期とかでもいけないことはないです。一発目にクリアできたのはその短期クリアですね。でもしいろいろ試してみてダメだっていう場合は、もうテクタワーのやり方でやれば攻略は可能だと思います。だ正直テクタワーとレベルは変わらないはずなんで、あとはこのやり方次第っていう感じですね。要はあとは誰が固められるかみたいな感じなんで、固められ方によれば、めんどくせえのかなっていう感じはしますね。はい、岸辺露伴は倒したので、はい、あとはダニエルか。はい、さあここのシロアリ猫尻になってしまうと正直無理があるけど、いけるね、大丈夫ですね。はい、ではまた適当に倒しちゃいましょう。はい、まあめんどくさいのはこのテレンスがめんどくさいのでテレンスを葬ります。はい、まあ丈太郎がやってきます。いやらしいな。はい、ムカつくので丈太郎倒しましょう。多分こんなやり方が一番安定するんじゃないかな。兄貴でもできるんですけど、正直運任せなところがあって、安定感がないかな。このシャボンが落としな、次のフロア、
ゲージマックスになるので、ジョセフが動いてしまうんですけど、さあ、これで、養分で止めることができるのか。多分止めれるはず。OK、止めれた。これで多分カチカチですね。はい、ということで一発でクリア。止めれたら勝てるんだよね。はい、という感じですね、フロアには。はい、まあ、なんとかクリアできました。次回はこれ、これ次回フロア3、あー、ワヌーか。はいはいはい、ここはまだ比較的簡単なブルーかな。うん、緑縛りの、フロアになった場所ですね。はい、というわけで今回の動画は以上となります。もしこの動画が良ければ高評価の方お願いします。それでは失礼します。ダートでした。